はい、高橋風です、ミュージカル生きる感激させていただきました。ありがとうございます。はい、とても素晴らしい作品でした。僕もデスノートザミュージカルに出演させていただいたんですけれども、でもゆかりのある人たちが出ていて輝いている姿を見てとても刺激を受けました。内容を話すとネタバレになってしまうのでそこは言わないのですが、最後のカーテンコールで、一人一人が生きた証がそこにあるような気がして、僕も少し涙ぐんでしまう瞬間もありました。とにかく素晴らしい作品になっていると思います。皆さんにもこの感覚をぜひ味わってもらいたいです。皆さん劇場に来てください。